どうも、あきチャンネルのあきです。今回は45センチキューブコリドラ水槽のリニューアルをしていきたいと思います。生態の方はですね、すでに避難水槽の方へ移動しております。最後までご視聴よろしくお願いします。提唱ですが、ガーネストストーン、こちらは大型魚とかの水槽によく使われる提唱ですね。一度使ってみたかったのです。今回採用してみました。で、触った感じはやっぱり石ですので、ちょっとずっしり感がありますね。まあ舞い上がれなくていいのかなと思います。コリドラスは結構、泳ぎ回ってお砂なんかだとね、舞い上げてしまったりするので、まあこのぐらいがいいのかもしれません。そしてですね、これ見てください。かなり汚れてます。これ洗い始め初期なんですが、綺麗になるまで20回以上ですかね、水替えをしてようやく、まあ、使えるレベルになるのかなって感じでしたね。いやー、これは大変でした。そしてですね、綺麗になったガーネストストーンを、水槽に敷き詰め終わりました。色もね、なかなかいいかなと思うんですね、自分なりには。どうでしょう皆さん。そして水入れです。こう水入れ初期からやっぱりですね、ちょっと白濁りというか、水がちょっとね濁ってるんですね。かなりこれは大変です。そしてスポンジフィルターを2機、水草を配置してリニューアル完了となります。皆様、最後までご視聴ありがとうございました。